越後、沖大湾区の衛星図越後、沖大湾区と玉江デルタの違いを説明する。越後、沖大湾区は緑エリアで示される一方、玉江デルタは赤ラインで示され、はじめ喜びと慶州の四区のみ含める。2015年、関東各地球行政区の人人四国内、総生産分布図。越後、沖大湾区に属する新鮮、広州、主海など、 地方の国内総生産は他の関東地方より高い。越港、沖大湾区は中華人民共和国国務院によって制定され、香港、マカオ、関東省玉江デルタの9つ都市を統合したグレーターベイエリアを目指す地域発展計画である。世界の三大ベイエリアである米国のサンフランシスコベイエリアと日本の東京湾首都圏に匹敵する。 世界最大級の都市圏を目指す。関東、香港、マカオを結ぶベイリア名実ともに世界一になれるか。アフップ部、2019年5月19日閲覧。中国、ベイエリア、東京圏や NY 圏超える GDP 目指すマイナス30年までに。ブルームバーグ、2019年5月19日閲覧。一帯一路と、 台湾区構想から見る香港の最新動向と果たす役割。香港ポスト。https コロンスラッシュスラッシュ www.hkpost.com。Www. hk2018 万731万2298。今後の世界経済に影響大。中国が掲げる越港沖台湾区ビッグベイエリア構想とは ジギマ、https www.digima-japan.com k n o w h o w ス h o n g k o n g 14293 php 関東、香港、マカオ台湾区構想の可能性ありがとうございます。